マフヤ・カジタは、日本の男性文筆家、ラジオパーソナリティ、声優、俳優、YouTuber。本名は、梶田隆輝。別名義に、SP 田中がある。上海市生まれ三重県育ちのフリーライターである。主に、ゲームサイト、4gamer.net や、声優情報誌などで記事を執筆している。また、杉田智和のアニゲラ、TIDUUNや、ラジオ 4Gamer などのラジオ番組にて、ラジオパーソナリティを務めている。その他、イベント MC や声優としても活躍している。また、庵野秀明、樋口真嗣の、シン・ゴジラや大林宣彦の、海辺の映画館、キネマの玉出箱に出演するなど、俳優としても活動している。なお、ラジオパーソナリティとして出演する際には、SP、田中名義を用いることもあった。中国の上海で生まれ、中学卒業までは、現地の日本人学校に通っていた、帰国子女である。ちなみに、元女優の母親は、現在も上海在住。親の仕事の都合で、中学卒業までは、日本と中国を往復する生活が続いたといい、親に初めて買ってもらったゲーム機は、知人が松下電器に勤めてるんだけど、次世代のゲーム戦争では、これが勝つらしいと聞いて買ってきたPanasonic 3DO REALとのこと。全寮制の高校で生活していたある日、ゲーム雑誌に載っていた記事でゲームライターという職業を知り、自分もなることを決意。2年生の終わり頃に問題を起こして、とある通信制高校に転校する。本人は退学を希望していたが、学校側が退学者を出したという汚点を残したくないばかりに、転校扱いにされたという。全寮制高校に通っていた頃は、ゲームやアニメなどの娯楽が禁止されており、テレビも PC もない生活をしていたがこっそり持ち込んでいたノートパソコンで他の部屋の友人から借りた新世紀エヴァンゲリオンの DVD を見て人生観が変わるぐらい面白かったといい、転校後はさらにアニメ、ゲーム、漫画にのめり込み半引きこもり生活を送っていた。マフヤを目指すかライターを目指すかで悩むも、後者のライターとしての道を選ぶ。本人曰く、中国の知人を通じて、大陸系マフヤと顔合わせするという話まで進んでいましたとのこと。高校卒業後、万端ゲームアカデミーのゲームライター学部に入学。そこで、声優雑誌の先輩ライターの紹介で、杉田智和と出会う。4gamer.net での仕事を始める。前の編集長との面接では、いかつい顔に上下白のジャージ、背中に、英語で、学業なんか、クソくらえだと書いてあるシャツを着用し、本人曰く、とんだドキュンな状態で挑んだにもかかわらず採用される。2016年公開の劇場版特撮映画、シン・ゴジラでは、カヨコ、アン・パタースンの SP 役として出演。2015年にあるライブに、招待されていったところ、総監督の庵野秀明が招待されており、面識のあった庵野の妻の庵野も横に誘われる形で庵野と会話したことが出演のきっかけで、2日後に庵野を通じて出演のオファーが来たという。ちなみに、唯一庵野監督指名のキャスティングとのこと。また、出演時は SP という役柄から一切喋らず、収録現場でもシリアスな空気感から休憩中でも、他の出演者と話すことがなかったため、公開直前のレッドカーペットセレモニーでネット番組のレポーターを務めた際には、来場した主要な出演者は、彼の現場とのギャップに驚いたという。杉田智和のアニゲラ、TIDUUNではかつて SP 田中名義を使用していた。アニゲラ出演開始当初、梶田は、SP 田中は自身のペルソナであるとしていたり、梶田と呼ばれた際には一応否定していた。また、ラジオ4ゲーマー第1回でも、田中とは別人という体であると発言している。しかし、梶田自身は SP 田中と同一人物であることを特に隠すつもりはなかったらしく、アニゲラ第6回では、SP 田中の本名が梶田であることを明かしており、以降、アニゲラ内で 4gamer.net に、マフヤ、梶田の名前で記事をアップしますと発言したり、ペルソナシリーズ、ラブプラスなどの本名プレイを公言していたほか、4gamer.net で自身が書いた記事に、梶田隆輝と書かれた写真を堂々と掲載するなどの言動が見られた。アニゲラ第100回において、本来、SP 田中とは、番組内のショートドラマにて梶田に演じさせる役名だったことが明かされ、第101回より、マフィア梶田名義で、アニゲラに正式なアシスタントパーソナリティとして出演することが発表された。2016年10月28日、魂ネーション2016にてアナウンサー松沢千秋と2016年10月28日、魂ネーション2016にて、仮面ライダーエグゼイドのポッピーピポパポと2016年10月28日、魂ネーション2016にてアナウンサー松沢千秋、酒井雄二造形工房代表、酒井雄二と2016年10月28日、魂ネーション2016にて、陽子色付きのメガネに192cmの長身、さらにはスキンヘッドにヒゲといった威圧的な容姿をしているため、周囲の人間からはハードな元ヤンと勘違いされることが多い。しかし実際は自身のコラムやラジオなどでアニメやゲームなどのいわゆる二次元への愛を熱く語るなど外見とのギャップが激しい趣味を持っている。見た目のみ怖い格好をしているだけで中身はヤクザとは程遠く喧嘩の経験もない一般的なオタクと同じであり怖い人物ではない。本人曰く具体的には、先駆け、黒樺高校の竹野内豊をマイルドにした感じとのこと。その外見から、実際の年齢よりも上に見られることがしばしばある。学生時代は太っており、当時のあだ名は、ポケモンのカビゴンにちなんで、カジゴンだった。後に、ラグビー部に入部し、それをきっかけに痩せていったそうである。その容姿が原因で、職務質問が多い。疾患持ちで、アニゲラ、4Gamer.netの中でもたびたびネタにされている。本人曰く、安定期らしく感覚が麻痺してしまっているようである。また、ズラ持ちでもある。キャラクターその得意なキャラクターから、親交のあるクリエイターが彼をモデルにしたキャラクターを作品に登場させることも多い。モデルグラフィックスでの連載がきっかけとなり、ワンダーフェスティバル2015冬にて、アーマーモデリングブースからフィギュア梶田が販売されたが、即刻完売。その後モデルグラフィックスなどで通信販売を行うが、2016年現在は入手困難となっている。趣味、志向高校時代、文化祭には参加しておらず、校舎裏でスティーブン・キングの小説を読んでいた。そのため、ラジオ 4Gamer にて、岡本信彦が、自身の文化祭の思い出を語った際には、凄まじい形相で岡本を睨みつけた。住んでいる部屋が、とにかく汚い。自番組の、豊崎愛生の、おかえりラジオで豊崎に驚かれるほど汚かった。あまりの汚さから、ラジオ 4Gamer の番組企画として、岡本信彦とスタッフの手により部屋の掃除が行われた。自動車には、興味がなく運転免許もなかったが、スターオーシャン、アナムネシスの公式ラジオで共演した中村雄一が運転免許を取ると宣言し、車の話をするようになったことで興味が湧き、自身も免許を取得した。自動車には詳しくなかったため見た目で選んだ、ダッジチャレンジャーのハイパフォーマンスモデル、SRT ヘルキャットに乗っている。2020年現在は、車は高速道路の出口の信号待ちの際に、追突事故に遭い運転不可となっている。その後車体フレームまで損傷していることが判明し、修理をショップに依頼したものの、安全面で問題があることが分かった。アニゲラにて、ロリも熟女もいける口と語っている。こういう学生時代は、友達が少なかったようで、本人も、地元に帰っても、友達がいないからつまらないと語っていた。しかし、現在は、職業つながりで声優の杉田智和、中村雄一、安本博樹、岡本信彦らと仲が良いことが、ラジオやブログなどから伺えるように幅広い人脈を構築しており、2016年2月18日に放送された杉田智和のアニゲラ4Gamer.netでは、プライベートで知り合った俳優の松山ケンイチをゲストに招き、番組関係者やリスナーを驚愕させた。岡本信彦とは、ラジオ4Gamerで共演し始めてからプライベートでも付き合いがあるなど仲が良いのだが、岡本がいつまで経っても自分に敬語を使ってくるため少し寂しさを感じているらしい。梶田自身も共演し始めた頃は敬語だったが、仲良くなり始めてからは、ラジオ内でタメ口を使うようになった。本人にとってこれは、岡本にもタメ口を使ってほしいというサインだったのだが、岡本は戦術のような態度であるため、梶田もラジオ以外では彼に敬語を使っている。呼び方もラジオ内では、しこりんだが、プライベートでは、岡本さんであるらしいという形で書かれている。本人がいないところでも、友人である杉田智和や中村雄一がたびたび彼についてのエピソードを語ることがあるため、安本博樹や一部のファンからは、フリー素材と言われている。これについては、本人も自認しており、ツイッターなどでネタにしている。家族、親族年の離れた10枚がいることを、アニゲラやマフィア、梶田の二次元が濃い。で明かしており、中村雄一には預けられるが、杉田智和には預けられないと発言している。理由は、触られそうだから。同じ姓である、梶田隆明とは、血縁関係はない。2015年に、梶田隆明がノーベル物理学賞を受賞した際には、本名と一文字違いであることをネタにされ、だから、ノーベル賞をもらったのは俺じゃねえってばよ、と、ツイッターでつぶやいていた。その他専門学校時代は優秀な成績だったらしい。また、それ以前からも国語だけは好きだったという。しかし、地理がかなり苦手。特に彼の描いた日本地図のクオリティは筆舌に尽くしがたいクオリティであり、彼自身が出演するアニゲラではその地図を元にしたコーナーがある。インターネット配信。ありがとうございます。